ロトライズチャンネル。はい、本日のプロトライズチャンネルは第1回プロトライズサッカー大会プレゼンツ by 株式会社まじめノーザンホースパークの様子をレポートします。今ちょうどセレモニー中です。セレモニーが終わったら高木社長と羽生ボスにお話をお伺いしましょう。それではどうぞ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、では早速なんですけれども、第1回目の大会を迎えていかがでしょうか。なんでベンチコート着てるんですか、コート。なんでですか。僕だけ着てない。めちゃくちゃ寒いです。社長なんでね、やっぱこのウェアで行かないと。こちらね、公式のウェアなんで。ただ夜のこの時期を知ってないってことです。ちょっと舐めすぎましたね。はいはい、すいません。はい、そういうことを聞いてるわけじゃないんですけど。いやいや、そういうとこから入った方がいいかな。なるほど。今日はあの株式会社まじめさんと、はい、あとノーザンホースパークさんが協賛という形で、はい、あのご協力いただいて、サッカー大会をここは千葉県の夢フィールド、はい、JFA の夢フィールドというところで開催していて、5チーム、すごい総勢100名ぐらい来てますよね、今日は。1回目からすごい規模ですね。親御さんたちも来てくれてよかったです。選手も羽生さんはじめて川野さん、あとは山岸さんと尾又さんも来ていらっしゃって、今まさに横では、はい、練習が、練習を子どもたち、空き時間には子どもたちに選手が教えるみたいなこともやってるので、まあ第1回なんでいいのかな、これで合ってるのかなみたいなのもあるかもしれないですけど、無事ちょっと開催できてよかったなと思いまして、はい、ボスは僕千葉県出身でもありまして、その第1回をここでやれたっていうのは、あの子どもたちも喜んでますし、あの企業さんのそういう、ね、協力を得てやれたのはすごい嬉しいなと思います、はい、嬉しいですね。すごい、こんなに大規模だったら私思ってなかったのでびっくりしてるんですけれども、今後はどのような展開を考えていらっしゃいますか。2月は2回ですよね。2月19日は小学校のサッカー練習あるんですよ。そこにも協賛いただいてやることになっていて、あと2月の26日ですね、は今度はそれも千葉県ですね。そうです。どちらも千葉県、小学校は東京の方で、東京もで、また次横須賀で、石川直弘さんと今出身が横須賀だったみたいなので、な、石川さんと一緒にやろうという形で進んでるので、どんどんやっていけたらなって感じです。おー、すごい、全てボスの、さすがボス全然ボスじゃないですけど、さすがですね。そういうことにしてください。これ言っといた方がいいと思ったんですけど、ボスの車の後部座席にあれタブレットついてるんですか、全体。そんな話全然いらないでしょ。さすが、絶対いらないでしょ。絶対、いや、すごいんですよ。私すっごいなんか狭いオレンジの車で来ましたよ。乗せてくださいよ。ベンツの GLE。 それいらないでしょ、その情報は。いや、全然いらないでしょ。 GLE 乗ってるのは知ってたんですよ。で、結構でかくていい車だなと思って、それ絶対さっき中見ちゃったらタブレットついてて、ちょっと一個だけ。モニターみたいな。え、これいじれるってこと？いやいや、それいじれない。あれはただ連動してこのモニターっすよ。駐車場に100台ぐらい車あるんですけど、うん、一番やっぱいい車だった。うわぁ、その情報絶対やめてくださいよ。私もね、車買えるように頑張ろう。いやいや、どんな話っすか。やめてくださいよ。いや、一番重要なんでね、はい、はい、盛り上げていきたいと思っています。続きましてはプロトライズのファミリーの皆様にインタビューをしていきたいと思います。プロトライズチャンネル、いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。